いてて、頭クラクラする。昨日いろはつ天然水飲みすぎたからかな。え、ここどこ？あれ、昨日俺確か天然水ガブ飲みしてトイレ行って寝たはずなんだけどな。なんか島にいるんだけど、これインベントリー、あ、こん、あ、なんか出てきたけど、何これ、これ俺、なんかこの人僕したばかりの美少女みたいな感じの人いるんだけど、何この美人。まあいいか。何、なんか恐竜いるんだけど、ここなんか、あれ、これ何、これ世界の終末、え、何これ世界の終末ですか、作ってもらっていいですか。なんか俺やばいとこに来たね。目覚ましたらちょっとやばい場所にいたわ。ちょっと何したらいいのこれ。開けるにはサバイバーレベルが3必要です。おい、嘘だろ、ちょっと待って、これ使ってなんかするんだろうな。レベルアップってどこだ、レベルアップ、なんか書いてあるんだよ。神のお告げか知らないけど書いてあって、で何したらいいのこれ。インベントリがレベルアップできますって書いてあるんだけど、あ、これか、これね。まあそうだな、重量上げとくとりあえず。はい、レベル3来た。ちょっと何を取ればいいかわからないな。とりあえず石の斧取っとく。とりあえず石の斧取って、でこれ開けれるよね。なんかいるな、いっぱいあるな。うおー、すげえな。てかマジで何したらいいのこれ。とりあえず第一目標というか、これのメイン目標はあれだな、この島からの脱出。脱出って言ってもな、俺の住んでる場所がどこかわかんないんだけど、やっていくか、これから。大丈夫かな俺。じゃあここで死んだら終わるわ俺。うん、ここで死んだら俺の人生も終わりってことでやっていこう。そうしよう。ということでこれから頑張っていきます。マジでサバイバル戦、まあ俺アニメ見てるからね。アニメもうキャンプみたいなもんでしょ。つまり無人島生活ってキャンプみたいなもんじゃないの。とりあえずキー取るでしょ。嫌だな、なんかパンチでメリメリ取ってるんかな今。ミキをミキを少しずつ取ってるのかなこれ。めちゃくちゃ痛いし、痛いし、なんか痛いんだけど。とりあえず材料集めてって感じでしょこれ。材料集めてやっていくんでしょ、まあ、焚き火とかね、まあ、家とかも作りたいんだけど、まあここで、まあ、ここの島脱出するだけだからな、うん、まあ、とりあえず生き残ることが最重要というか、夜しのがなきゃね、俺死んじゃうからね。さあこれで斧、なんか2個作ってない？大丈夫これ。ちょ、2個作ってるってそれ。おい、やってくれたな。2個作ったね、完全に今。ああ、2個作っちゃった。なんか視点変えられるんだけど。何このカメラ。なんか後ろからカメラついてきてるんだけど。俺の姿撮影されてるこれもしかして。俺の姿撮影されてるんだけど。なんだろうね。なんか俺、そういうゲームに参加させられてるんかな。うん。もしかしたらそういうゲームに参加させられて、俺がこの無人島でどう生きていくのかをね、そう、モニタリングされてる説あるな。何やってんの俺。うん、ちょっと難しいけど、慣れてきたね。オッケーオッケー、無人島生活にも慣れていかないとね、どんどん。うん、そしてすぐにレベル上がる。いいね、これ。そういう設定にしてたんかもしれないけどね、神様が。俺は違うよ。俺全然違うよ。俺が設定したんじゃないよ。神様が設定してくれたん、これ。うん、俺はね、まあ、知らないけどね。全然知らないけど。俺、アプリで少しやったんだよね。うん、なんでもないよ。アプリでも無人島に行ったんだよね。うん。アプリでも無人島行ったんだけど、まあ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 。無人島生活の心得はあるよね。
で、どうしたらいいんだろう、俺。うわ、なんかいるし。なにこれ、レベル 88? の野生メスのプテラノドン。なんかレベル表記書いてあるんだけど、やばい、これ俺能力かな、見えるようになってるわ、なんか。え、見えない、見えねえか。おい、なんか今聞こえたけど、やっちゃったね、俺も、もしかして。え、いや、お前か。びっくりした。さすがに俺がこんなところでね、さすがに無人島生活順応してきたからといってね。脱粉するはずないんだけどな。身一つで、どこまで生き残れるんだか、これ。もう俺の人生みたいなもんだよね。死んだら終わりの人生。うん。これゲームじゃないから。なんか俺もう、やばいんじゃねこれ。俺もう、なんか死ぬ寸前なんじゃねこれ。いて。ちょっと待って。なんか肉食われてるって。トリケラ助けて。なんかやばい鳥に狙われてます俺。え？ということで終わりまーす。なわけねえだろ。なわけねえだろ。おかしいだろ。もうどういうことだ本当に。びっくりだよ俺。始まって早々死ぬなんて思わねえよ誰も。すっげえ雨降ってるんだけど。アイテムもねえよ俺。なんで俺トリケラトプスに攻撃されたんだろう。俺はやってないのに。おい、これ俺の死体かよ。嘘だろ。移動することに決めた。ここはあまりにも危ない。そしてあまりにも怖い。いや、でも待てよ。いや、ここでいいのか。むしろ。ここ以外だとめちゃくちゃやばい気がするんだよな。ここでいい説あるな。ここにします。家はどうするか。まあ、取り切られるしな。ここら辺のにしとく。いずれ引っ越すことも考えて、ここら辺の。何これ。木の三角土台。建築を、建物を建築する際に必要三角形。いや、ちょっと待って、俺そんなにないって。建築センスないって、そんなに。とりあえず服欲しいよね。裸でうろちょろするのっていうか、パンツ一丁でうろちょろするの嫌なんだよね。うん。正直ね。正直嫌だった。こんなパンツ一丁の帰国帰りの、ん？帰国したばかりの美少女なんて嫌だから、俺は何か作りたいね。何か作りたい。なんか怖いんですけど。このプテラノドン怖いんですけど。なんで恐竜いるの？てかなんで俺こんな平時、なんでこんな冷静なんだろう俺。目の前に恐竜がいるっていうのに。なんだろう。実家のような安心感だよ。マジで。もうそろそろスタミナとかも増やしてた方がいい気がするな。おい、完全に作りすぎたよこれ。どうすんの俺、完全に作りすぎちゃったんだけど。大丈夫かなこれ。そんなことない。いやー大丈夫だった。そんなことねえわ。なんかしょぼくね？なんかしょぼくね？俺の家。あれ？おかしいな。俺の家しょぼい。なんかしょぼい。まあいいや、これで。完成と。ちょっとなんで？よし、家完成した。これが今日から俺の家だ。屋根ねえけど。屋根ねえけどな。もう命大切にしていこう。で、ベッドだよね。やっぱ俺に大事なのはベッドだと思うんだよね、今。ご飯じゃない、ベッドだ。寝る場所が大事なんだ。人間誰しも。寝る場所は藁と川？川？
あ、かわすか。かわ、ちょっと難しいかもな。かわは。かわは。あー、ちょうどいいやついるじゃん。大丈夫でしょ、こいつぐらい。こいつぐらいなら大丈夫でしょ、多分。ゲーム用の食料、アイテムで、なんか来た！なにこれ。なんか、血がリアルなんですけど。今、取ったかは。大丈夫？オッケーオッケーオッケー。こういう感じね、倒していくのね。わかりました。うん、リアルだな。オッケー。こうやって皮集めてって。うん、脱粉すんなって、マジではずいから。あ、藁ね。なにこれ。解体する。オッケー。なんか仲間なったんこいつ。かわいいな、なんか。なにあいつ、ちょっとかわいかったな。これで火をつける。きた。火事になるだろ絶対に。これ絶対火事になるけどね。これであったかくなるんかな。それとも屋根つけた方がいい。屋根つける今から。お腹も空いてんだ俺。あ、ベッド置こうか。何したらいいんだ。使うベッド今。え、何その早技。何その早技マジで。来た。いや、うん、なんかあるよねそれ。ベッドの上に寝たはいいものの、あの寝れないやつ。うん、横たわったはいいものの寝れないやつね。あるある。俺もある。俺もある。それ、俺もある。俺もある。じゃないんだよね。そうじゃないんだよマジで。オッケー、できたー。家できてました。と、これが俺の家です。めちゃくちゃ豆腐と思ったあなた。この通り、豆腐です。これが、豆腐建築の第一歩だね。あの、寝たい。寝たい。早く寝たい、俺。あ、でも家って認められたっぽい。大丈夫？これ、認められてる？これ、家って認められてるんだけど、うん。右になんかマーク出てるんだよね、家のマーク。だから認められてるはずなんだけどね。寝れてないね、こいつ。完全に浅い眠り、今。あるなぁ、寝袋じゃないとダメ説。置いとく、横に。まさかの横に置いとくか。ファストトラベル先、ベッド。あー、大丈夫っぽそう。なるほどね。全然いらないじゃん。なんで横に置いたんだろうこれ。いやー、そういう壊し方されても、うん、そういう壊し方されてもって感じなんだけど、なんかやだなそういう壊し方。てか、まだしっかりとね説明してないけど、なんか髪生えてね俺、うっすら。なんかヒゲも生えてるし。てか、そうじゃなくて、俺なんでここにいるんだろうって話なんだよね。うん。なんか気づいたら、ここに行って、メイン目標、俺のメイン目標は、ここから脱出することなんだよね。これから。で、まあ、死んでも終わりだし、それプラスで、まあ、帰っても終わりということでね。まあ、目標達成したら終わりって感じなんだけど、まあ、人生一つしかないからね。死んでも終わりなんだよね。そんで、なんか目の前にうろついてるこのカメラ、このカメラ俺よくわかりません本当に。なんか俺の姿撮影してるねこれ。なんか知らないけど俺撮影されてます。それで多分見てる人がいるんだろうねこれ。俺を見てる人がいるんだよこの真っ黒の俺を。うん、周りうろちょろしてるけど、うろちょろしすぎじゃないこれ。まあいいけど。まあということでね、
今回からアーク島脱出作戦にしようかな、をやっていきたいかなと思います。でもまあパート1ってね、まあ、グダグダするようなもんだから、うん、パート1ってみんなグダグダしてるからね。今更だけどめっちゃグダグダしてると思うけど、グダグダするようなものだから、はい、ということでね、また次回ねやっていくんだけど、実況するごとに進めていくわけじゃないよ。うん、俺はカメラが回っていない時でも進めるからね。なぜ俺命かかってるからね、これ、うん、命かかってるから、だからこのカメラに映らないところでも行動します。うん、みんなが見れるのはこのカメラが起動してる時だけだから、このカメラを信じて、うん、このカメラが動いてる時にだけ俺の姿が映るからっていう設定かーって思ったでしょ。うん、そういう設定じゃなくて、うん、そういうことだから、うん、俺もわかんないからね、うん、俺もわかんないから、そういうことにしといてよ。ということでこれからやっていこうかな。まあ、あと説明することないよね。うん、もう一回説明する？目が覚めたら無人島、ここから脱出するぞ、そして目の前のカメラ一体何こいつ、ここから脱出することはできるのか、次回カナメシス出る、スタンバイ。